ではちょっとここの時間は私も失礼させていただきます。あのまずいろいろとこのマルチチャートについて教えていただこうと思うんですが、まあ、この特徴のいろいろある中の一つであるあの自動売買ということなんですけれども、会場の皆さんの中で今自動売買されているっていう方いらっしゃいますか？あ、おひっあ結構いますね。あとなんか過去されてたとかすごくあの今もうやってみようと思ってるっていう方どのくらいいらっしゃいますか？ あ,あ、これは話題が,がありますね。あとですね、一つだけよろしいでしょうか。<laughs> はい。あの FX を取引されている方結構いらっしゃると思うんですけど、えっ、ー、とメタトレーダーを使ってらっしゃる方どれくらいいらっしゃいますか、ね、あ,あ、結構います、ね。結構いらっしゃいますね。<laughs> はい。さあそれではですね、じゃちょっと会場の状況がわかったところで、えー、早速お話し進めていきたいと思うんですが、まずはですね、あの今元さん E.G. ーーラグジースペシャリストとして日本に四人しかいないと。 日本に4人しかいないみ<ー>、はい、たいですね。はい、たまたま専門家の方なんですけども、はい、私よりも多分知識のある方は腐る方でいると思うんですけどいや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 、たまたま試験に合格したっていうだけの話ですね。<laughs> はい。さあ、そんな山本さんが感じるこのマルチチャートの魅力どんなところにあるんでしょうか。えっ、ー、とですね、あのやれることはすごくたくさんありまして、あの。 こういうものをちょっと目にされるとですね、まず戸惑ってしまう方が結構いらっしゃると思うんですけど、えー、っと、やる、やることはまあ、おね二つだと思ってください。えー、まずは、最終的にやるやらないは別にして、自動売買をしたい。あるいはそれに近いことをしたいということが目的の一つ。それから、えー、こういったものの特徴として、オリジナル、まあ、要は自分だけの ストラテジーですね自分だけのシステムですとかあと自分だけのインジケーター、まあ、自分だけのテクニカル分析の指標なんかを自分なりにオリジナルに作ってみたいとか思ってらっしゃる方この2つですね目的はだからこれがもしあれですね変な言い方もしれないですけどこんなの別にやんなくていいよっていう方はあんまりこういうのを使ってもあのお金は結構かかってしまうので無駄に終わってしまう可能性が高いのかなと。 思ってます逆に言うとこの2つのうちどちらかでも絶対将来自分がやってみたいなと思われる方は、えー、そんなにやり始めるとですね敷居の高いものではないと思いますので、えー、ぜひです、ね、あのチャレンジをしていただければなと思っていますあのチャートはいろいろあると思うんですけど <laughs> その一般的なチャートとこのマルチチャートの違いってどんなところにあるんですかそうです、ねまあ、見てていいただいてこれはあのー まあデータこういうこと言うとまたわからなくなっちゃうかもしれないですけど実際に取引をする時にはリアルで動いているチャートを皆さん見ますよね。でその時にあの例えばそのデータはどうやって見るのかというと例えばインタラクティブブローカーズ証券さんの講座を作ってかつこういったマルチチャートというものを立ち上げてでインタラクティブブローカーズ。 あのいろいろな証券会社がチャートのソフトとかあると思うんですけれども皆さんそのチャートのソフトを使,い使うときに基本的にその証券会社さんに口座を作ってからチャート使うじゃないですかあれと同じような発想ですですのであの私は多分マルチチャートを使う方は大半の方は多分インタラクティブブローカーズ証券に口座を持つべきだと思ってるんですけどインタラクティブブローカーズで口座を作ってその後にこういったチャートを使うというイメージになるんでしょうかね。 <laughs> なんか実際にちょっとやり方というか、はい、分かりやすい例で見せていただくことにきます、えっと、多分です、ね、皆さんが一番興味があるのが先ほどあこれ、まあ、いくつかチャートを出してるんですけれども、えーっとですね、例えば自動売買、まあ、システムトレードをやりたいとしましょう。でその時に例えば 入ってんです,ね、すみません、これ今、表示、英語ですけど、日本語版は日本語で,見られるんで、ね、そうですね、日本語版は表示は日本語ですね、はい、これにしたほうがいいですかね、えっと、まあ、あのー、2つチャートが上下に出てると思うんですけど、これはですね、えっと、上がドル円、ちょっと USDJPI、NK タイムズが適当に名前つけちゃったんですけど、USDJPI ですから、ドル円です。 で5ミリッツって書いてますね、5分足。でえっと、下が AUDJPY って書いてあると思うんですけど、それはこれですね、ここに書いてあると思うんですけど、これの5分足です。で、今、例えば、えー、これはですね、えー、USDJPY、上のほうのチャートの実際に取引をしようと、で皆さんが例えばある戦略を組んだときに、ここに矢印が出てると思うんですよ、ブレイク L。 ちょっと小さくて見にくいと思うんですけど、ブレイクエール、まあブレイクアウトでここでロングをしましたっていう矢印です。で、ここで実際にロングをして、で、ここにもう一つ矢印が出てると思うんですけども、ここで決済をしましたというシグナルになっています。でそのに皆さんが実際にこういったマルチチャートなんかを使うと、どこでロングして、まあ、どこで買って、どこで売った、どこでショートした。 で、どこで決済をしたとかっていうのが、1日1日全てこういうふうな形で矢印で表示をされていてわかるようになっています。で、こういった形でバックテストをしていくということになります。これで進めちゃっていいですかね。はい、はい、バックテストって。ちなみにあの要は過去。例えば5年間とか10年間でこの矢印が出てる。戦略はシステムは実際にはどれくらい勝っていて。 どれくらい負けていたのかということを皆さん当然過去のデータを使って検証してからやるはずですよねですのでそれの検証をしたりすることをバックテストと呼んだりしますそれが全部パッと一覧で,です、ね、これはですねじゃあ一つ一つ一日一日こういう矢印が出てくるわけですけどこれ全部見てるとですね切りないので、えー、パフォーマンスのレポートというのがあります。 これ実際皆さん多分日本語版使うと思うので、あのー、日本語の環境になっていると思うんですけど、ストラテジーパフォーマンスレポートというのがありまして、そうするとこういう成績がですね、これも英語ですね。全部出るんですね。英語なんですけれども、どれくらい儲かっていてどれくらい勝ったとかいうのが、これは実際には2007年の1月から2013年の6月の末までのデータをちょっと使ってるんですが、こういった成績が全部出ていて、このストラテジーが実際に 勝てたか負けたかとかですね。そういうのが全部わかります。こんな感じになってますよ。で、えー、もう一つだけ。勝った場合と売った場合、ロングした場合とショートした場合で、成績がちゃんと、こういうふうに、マルシャートのこれ特徴だと思うんですけど、全然ロング勝ってないですね。わかるわけです。で、ショート見ると、結構きれいだねっていう話になったりするんですね。これ右に上がる、きれいに上がれば上がるほど、儲かってる。 勝っているよっていう話ですねで逆に言うとロングの方は全然ダメなシステムですねという話になってそれを合わせたのがこういうイメージになっていますあとはもう一つは特徴的なのは全部毎日毎日どこで取引をしていつ何時に入ったとかっていうのがですね全部こういう形で 結果とかが全部一日一日表示されてますから、えー、チャートで自分の売買シグナルを確認したりするのもいいんですけれどもこういったものを参考にしながら自分の戦略を作っていくなんていうことも可能になってきます自分の戦略をこう一目でこうチェックできるっていうのが魅力です、ね、そうですねそれが一番多分こういったものを使うあの魅力だと思います、はい、あの会場の皆さんで自動売買されてる方まだちょっと少なかったんですけれどもここまでは分かったと。 じゃあやってみようと思った時にでも自分で数値を入れたりとかって難しいと思うんですけどそうですねそのこれも、あのー、自分でですねオリジナルでいろいろやる前にある程度こう準備されてるんですねあらかじめ <laughs> えー、っとですね例えば インジケータータとここに見えると思うんですが331個ぐらいもう事前にあらかじめデータが入ってますインジケーターがだから例えばそ型が入ってだから例えば皆さんよくご存知のやつをちょっと探しますとどうしようかねボリンジャーバンドがあると思うんですがこのボリンジャーバンドをクリックしていただくとこういうふうにプログラムがもう出ていてこれはもう皆さんが普通チャートを使っていて テクニカル分析の指標を自分のチャートに入れたりするのと全く同じ作業が具体的にできるようになっています。ですので、ボリンジャーバンドはこういうプログラムで書けるんだっていうのがあらかじめ入ってますから、もし皆さんがボリンジャーバンドを使って自分でオリジナルの戦略、ストラテジーを作りたいというようなケースは、こういったものをあらかじめ使っちゃってやるというのも一つの手になるかと思います。だから全くなんてうんですか、ね、オリジナルの もう誰も使ってないようなインジケーターを作りたいとかっていう夢みたいな話も絶対出てくるわけですけれどもそういったものではなくて事前にこういうふうにもう皆さんがよく知っている RSI とか移動平均とかストキャスティックとかいうものはもう330個ぐらいありましたよね330種類ぐらいはもあらかじめ事前に用意されてるので、えー、そんなに初め基本的なことだけ学んでいただければそんなに戸惑うことなくですねこういったものは使えるようになるんじゃないかなと思っています。うん これそのうちなんかだんだん勉強してきて分かるようになってカスタマイズとかもそそうですねれしていくということもできるんで、ね、そうですね非常にすごいチャートだなっていうのが今、伝わったんじゃないかなと思うんですけどもこのマルチチャート、これはアイビー証券と非常に相性がいいんでですすよねねそうですねあの一つの証券会社の。えー プラットフォームに、えー、他社のソフトを接続しようとするとものによってはあのネットワークの知識がないとつながらなかったりとかあの接続のパラメータを合わせていかなきゃいけないという作業があるんですけどもマルチチャートの方は、えー、こちらのソフトウェアの方ではもうそもそもインタラクティブブローカーと接続っていうボタンがありますそれを何個か、えー、次へ次へでクリックしていきますとつながります。あとと我々のソフトウェアでやる方として 入り口ですね受け側受け側の方でやる時には、えー、外部のソフトからのシグナルが入ってくるように設定する項目が2か所3か所ありましてそこもマウスでチェックをするだけで、えー、環境の設定のほうがこれでもデータ取ってくるのはどこからどういう感じでお金的にはどのくらいかかるとかあるんですから 落ちましてこのソフトに取り込むことが可能ですでその時にかかる費用なんですけども為替のレートは無料で配信されております他の取引所からですね出てるものは有料になりましてどのくらいかと言いますとま東証代表のデータで月に200円300円とかそのくらいのレンジですで外物ですね米国の株や 米国の先物 SP とかダウ先とかやられるのであれば月10ドル月額かかりますでもそのちょうどですねあの、まあ、米国の先物と株とオプションのデータだけですねパッケージ化してまして取引がある一定以上を超えますとただになるという仕組みになっていますその一定以上っていうのが月にですね30ドル程度の手数料を 発生させてする取引をしますとその10ドルもかからなくなるというそういった仕組みになっております岩本さん、のこういうまあ基本的な取引にかかるコストって投資においてはどういうふうに考えればいいんですかえっとです、ね、多分、日本の証券会社さんでずっと取引されてる方というのはあまりこういう発想はないと思うんですね、例えば日経22 5の先物を取引したい。で インタラクティブ,ブローカーカズ私がこういうこと言うのもあれなんですけどインタラクティブ,ブローカーズ証券さんで日経2 2 5の先物をやろうとするとやっぱ月額で200円ぐらい取引所のデータが必要なのでかかっていくんですよでこれって多分結構意外なんじゃないかなと思うんですけど海外って結構普通なんですよこれがで私が私の個人的な話をちょっとさせていただくと私がインタラクティブローカーズに講座を作ったのは もう10年以上2002年だったかな2002年ぐらいにもうインタラクティブブローカーズに口座を作ってそもそものスタートはあのアメリカ株のその頃まだ日本の市場でデイトレなんていう環境は全く整っていなかったのでアメリカのナスダックの市場で取引をするために IB 証券にインタラクティブローカーズに口座を作って始めたという。 のがスタートなんですねでそこから SP500 の先物とかって始めていったんですけどもその時からも例えば SP500 の先物ですとシカゴ CME というシカゴ証券シカゴなんだっけなシカゴ先物取引所みたいなあそこからのデータフィード、まあ、データを受けないといけないわけですねでその時に今角丸さんから話がありましたけれども10ドルでしたっけデータフィード10ドルぐらいかかっちゃうっていう初め僕も昔日本の証券会社にで仕事をしていたので そういったことが意外でしたけれどもあの海外を見渡してみるとそれがむしろ当然で,で手数料自体があの、まあ、僕がハイビー証券さんの宣伝しても何な,なんですが手数料自体は非常に低コストでできると思うので、まあ、その取引所のお金を払ったとしても十分なんていうんですかあのペイできるというかですね特にデイトレやってる人たちは回転していかないといけないじゃないですか。だからその手数料って 絶絶対対的的なな手数料が低いっていとうことは絶対的なその生命線だと思うんですよだから例えば大阪証券取引所のデータを200円かかったとしても手数料が低い分元は十分取れるんじゃないかなとは考えてます非常にまあ効率よく投資ができるということなんですけれどもあの今のお話を聞いて何か会場の皆さんで質問ありましたらお答えいただけるんですけどもいかかがでしょうか聞いておきたいということありますか 大丈夫でですすかとね先ほどちょっと質問させていただいたんですが、えー、っとメタトレーダー使ってらっしゃる方結構いらっしゃるいらっしゃいましたね。いで,、はい、で多分メタトレーダー大変恐縮なんですけど私はですね昔からあのトレードステーションそれからマルチチャートっていうのを使っていてマルチチャートトレードステーションって聞いたことある,か聞いたことある方どれららいいいっしゃいますかねアメリカの一番メジャーな多分自動売買のソフトで。 一番メジャーーーーーなのはトトレレドドスステテションだと思うんですけどもまあまあほぼ全く同じ全く同じとまで言えないですけどまあ同じようなもんだと思っていただきたいと思うんですが、えー、とずっとそれを使ってたんでそのメタトレーダーっていうものがですね正直っ使ったことがないですね恥ずかしながらであのー、私の会社のメンバーの中に、まあ、当然メタトレーダー何人か使える人間がいてその中でですねちょっと一人、あのー、パンローリングさんで本なんかも出して 出させていただいている人間がちょっといますので,で、彼はメタトレーダーも使って、マルチチャートも使って、トレードステーションも使ってっていう形で。トレードして、リ検証したりしてるんですよ。その辺の話をですね、ちょっと聞こうと思って、ちょっと呼んでありますんで。ちょっとだけ時間お付き合いいただければと思います。あ、よろしくお願いします。はい、よろしく。よろしく。後ろから。よろしくお願いします。私はですね、むしろ、メタトレーダーから、えっと、システムトレードに。入っていたんですね。えっと、もう三年か4年ぐらい前なんですけど。 えーまあ、裁量トレードで、まあ、全く勝てなくて、まあ、システムトレードをやろうといったときにまず、えっと、日本に出会ったのがそのときメタトレーダーで、まあ、パンローリングさんのほうからもちょうど本がメタトレーダーの本が初めて出たぐらいで、まあ、そこから始めたんですねで今はですね、えっとまあ、それからマルチチャートを知ってからです、ね、もう今はほとんどマルチチャートのを使う割合のほうが大きいですね。 でまあ、何がメタトレーダーとマルチチャートで違うのかといいますととりあえず見ちゃいましょうか、はい、あの例えばです、ね、今、マルチチャートのすごいところということでこういった資料をちょっと用意させていただいたんですけれども、まあ、あのマルチアートのすごいこととしてバックテストの機能があるとそれは先ほどグラフ見せて見ていただいたと思うんですよでその次に今インジケーターの作成が簡単だよということをちょっと書かせていただいたんですがあの例としてあの移動平均線で10バー、まあ、一応 あの10期間十十日ですね10日あの,の単純移動平均線をマルチチャートで書いた場合、まあ、マルチチャートで書いた場合というかマルチチャートで準備されている言語で書いた場合これだけでするんですよでこれ見ていただくと大体わかると思うんですね重要なところはですねこの赤字の部分ですで単純移動平均線ですからアベレージって言ったら平均じゃないですかでクローズで終値 高値安値あって移動平均線って高値でもかけるし安値でもかけるし終値でもかけるし,で,けるしできるじゃないですかだから何を使うかということでクローズを使いますよっていうことをここに表していますで期間が10ですから10期間単純に言っちゃうとこれだけなんですよこれだけで移動平均線がちゃんとチャート上にプロットできるこういうプログラムができるってことなんですけどこれをちょっとマルチチャートでマルチチャートじゃないあの メタトレーダーで見ていただくとですね、どういうふうに書くのっていうことを彼にちょっと聞いたんですが、これぐらい必要らしいんですね。で、どうぞ。はい、えー、ですね、まあ、C 言語というのがシステムトレー、えーと、メタトレーダーの言語では C 言語がベースになっています。ですので、えーとまあ、配列を使ったりとかですね、えー、そうですね、指標バッファーとか割り当て。 要は、いろいろ面倒くさいことやらなきゃいけない,ってい <laughs> <え>というこ,とです、ね、これってさっきの産業そうです、ね、マルチチャートだと産業だった産業だったんですけれども同じものを作るのにこれ,これだけかかるっていうことなんですねメタトレーダーだとこれぐらいのことが例えば単純移動平均線一つ書くだけでもこれぐらいかかっちゃうっていうことなんですねだから別にこれが悪くてマルチチャートがいいって言ってるわけではなくてあの皆さんがプログラムって考えた時に入りにくいどうしても敬遠しちゃう方が多いと思うんですよ。 そういったことが、例えばメタトレーダー使っていて、諦めちゃった方とか結構いらっしゃると思うんですね。ただ、こういったマルチチャートみたいなものを使うと、もう少し簡単にできますよということが、これでなんとなくお分かりいただければなと、そのように考えて、こういった資料をちょっと準備させていただきました。他ははは何かかかかありますすね例えばだからメタトトレーダーーダ無料じゃなないで,すか、はい、でマルチチャんんだかんだ言って、はい 完全にに買いいい切りにしたらら万ぐらいお金かかか。っちゃゃうじゃないですか、はいはい、多分その辺は皆さんにとって相当なコストになるはずでそこで考えちゃってる方とか結構いらっしゃると思うんですよ、はい、そうですね、えー、とメタトレーダーのプログラムを本当にマスターしようとしたら、まあ、半年1年とか時間かかってしまうと思うんですよねでそのし、まあ、習得の時間を考えれば決してマルチチャートは高いものではないんじゃないかなというふうに考えてますね。<laughs> かりなんかメタトレーダー使ってらっしゃる方でもし何かこんなこと聞いてみたいとかっていう質問があれば今これがちょっとうまくできないんだけど、はい、こういうのだとこんなのだと,だとできるのかみたいなのとかあればすごいスペシャリストがいらっしゃいますのでぜひ今ないですか ここで聞いちゃうとあれですね。そうですねあの。また後で。企業秘密、ね、あのね、個人事。終わった後です、ね。すもし何かあれば、<で>あの、彼いますので。<laughs> あの、メタトレーダーとマルチチャートの違いとかですね。話を聞いていただければなと思っています。あと、あの、私の方から、もう一個だけ、最後、言ってなんですけど。あの、あ、ありがとうございました。すみませんでした。あの、結局、マルチチャートを使って。さっき、自動売買っていう話があったと思うんですが。あの。 何が一番メリットかとというとです、ね、あの例えばメタトレーダー使ってると FX のデータしか使えないんじゃないかなと思ってるんですよ。例えばドル円取引する時に225先物を見て見てらっしゃると思うんですね再利用やってらっしゃる方。例えばドル円取引する時に225どうなってるのかなとか見てらっしゃる方多いと思うんですよ。ただそれを実際に自動売買という形で戦略を組もうと思うとメタトレーダーの場合まずその225先物の,のデータっていうのを見ることが でできななないいんじゃかなと思うんですねだから例えば他のデータを使ったりすることが今申し上げたとおりできないあるいはもしかするとニューヨークの時間帯に FX で取引されてる方もいらっしゃると思うんですよニューヨークの時間帯には SP500 先物っていうのが当然主力の先物として取引されてるわけですよその時にじゃあ SP500 見たいって思った時にやっぱりメタトレーダーじゃできないと思うんですねあるいは5ドル取引したい ゴールドの先物の,のデータを見ながらゴードルドのシステム作りたいとか考える方いらっしゃると思うんですよそういったことがインタラクティブローカーズさんだと全部叶えられるんですね例えばトレードステーション証券っていうのはアメリカの証券会社ですからアメリカの市場のデータとか一部ヨーロッパの市場のデータは取れるんですけども今はまだ アアジすなわち我々の東京の市場のデータというのは日経225先物とか日本株とかそういったものでデータって取れないじゃないですかだからそこが何てうんですかねマルチチャートを使ってしかもインタラクティブブローカーズ証券さんに口座を作って取引する私は最大のメリットだと思ってるんですよこの後またちょっと市場間分析という話で触れさせていただこうと思うんですけれどもその辺どうですかね角間さん そうですね。あのまあ、あのこのプログラム系の話に関わらずです、ねあのまあ、データを見る取引をするあのこの市場の取引をしたい情報を得たいという。 見見たい時にややっっぱぱれるのがやっぱ一番なんですよね、うん、そうするとちょっと全然違う話させていただくとあの私のお客さんのねファンドとかですとイベントドリブン型のといいまして各国の指数先もの全部モニターしてるんですよそうするとあのねギリシャ危機があったらあちらのヨーロッパの指数ね売り込んだりとかじゃあアメリカの指標発表の時にはアメリカ見ながらじゃあまたドル円やったりとそれを1つの口座でやっていきましょう。で あのもちろん225もしくはトピックスに特化して日本を見てる、それは当然いいことだと思うんですよね、仮にでも国際的な市場で、えー、まあプレーしようと思ったときに、やりたいときにやれるという、それがわれわれが提供しているところで、まあ、メリットなのかなと思っております、ねはい、さあそれではそろそろお時間となってまいりましたので、えー、こちらの時間は以上とさせていただきます。